住吉元宮県人氏殿、の住吉元宮鳥居成長の家総本山は長崎県西海市にある竜宮住吉本宮を中心とする成長の家の総本山。祭人は住吉大臣。1978年に建立され毎年数万人の参拝者が訪れる。総本山連成道場御子資料館成長の家創始者である谷口正春の家を復元した。 藤棚の家、谷口正春並びに妻で、白鳩海初代総裁の谷口照子の墓、竜宮住吉礼宮とその周囲を囲む形で、作られた、競技の真髄を米混流されたとされる、七つの灯台などがある。総面積は、約百万坪と言われ、海を望むことができる。また、総本山とは別に、京都府宇治市に、成長の家宇治別格本山がある。 谷口正春と谷口照子が晩年に過ごした地としても知られる。幻想無ば目、東安を。過去には谷口正信の弟である谷口高康や楠本上野の息子である楠本幾高が総務をしていたこともある。竜宮住吉本宮は長崎県の神社。成長の家総本山の中心を構成する。なお、宗教年間によると成長の家は二つの神社を。 放括しているものの、神社として、宗教法人格を取得しているわけではない。竜宮住吉本宮を含む、成長の家総本山は、放括宗教法人としての、宗教法人成長の家の直轄下にある。祭人は、アのノ中主の大臣、高見結す神結上び住吉大臣である。なお、成長の家の協議では、アのノ中主の大臣は、 一神教的な唯一絶対神であり、成長の家総裁の谷口正信は、私たちが信仰する神は、この唯一絶対神だと述べている。住吉大宮は成長の家初代総裁、谷口正春に真事を下したとされる神である。竜宮住吉文社は、竜宮住吉本宮の文社。成長の家の各地の施設で採取されている。 優遇住吉文社が存在しているのは成長の家、宇治別角本山、成長の家岡山県境家部、成長の家宮崎県境家部、成長の家静岡県境家部等がある。このほか、毎月1日は月初め感謝祭、17日は谷口正春大聖市名日祭、22日は社恩祭、24日は谷口照子生、姉命日祭が開かれる。その他、 信者の錬成会が行われる。ありがとうございます。